さあコリアンプラスです。さあ今日はですね、韓国の中のキョンジュという都市についてご紹介したいと思うんですね。さあ日本でもですね、京都や奈良などのように古都というのがありますよね。で韓国の古都と呼ばれているのがこのキョンジュなんです。どうして古都かというと、昔シラギという国、韓国ではシリラと言いますが、その国の首都だったのがこのキョンジュと呼ばれるところなんですね。さあ、京都や奈良もそうなようにですね、キョンジュにもいろんなお寺がありますけれども、その中で一番有名なのはプルグクサと呼ばれるお寺です。仏国寺と書きますけれども、でここにいらっしゃったらですね、必ず皆さん見てほしいのがあるんですけど、それは塔なんです。塔が2つあります。1つはソッカタ、そしてもう1つはタボタと呼ばれるこの2つの塔があるんです。石でできている塔なんですけれども、1つのまずソッカタの方は、非常に男性的な力強さが、ここにこもっている、力強さを感じられる塔でして、もう一つのタボタっていうのは非常に女性的な優しい温かみがある塔なんだそうです。こちらに来るとですね、キョンジュ、そして新羅の仏教文化、ね、の名残を感じることができると思います。以上今日のコリアンプラスでした。목이말라요저는배가고파요아저기편의점있어요빨리가요お腹の肉が気になっちゃって、ダイエットしようかなと思ってるんですけどね。いやでもね、食べないで痩せるってのは良くないよ。運動しなくちゃ。ああそうですね。じゃあ、来週まで僕頑張ってね、ダイエットしたいと思います。じゃあ皆さんまた次回お会いしましょう。あいねいけせよ。